えー、犬に携わる仕事をしています長野県松本市で日本史上最大規模のパピーミルが起きましたアニマルモモタロウというブリーダーが劣悪な環境で1000匹を保護する全国ニュースになりました、えー、無麻酔で手を切開したりすさまじい劣悪な環境だったようですしかし警察が介入して捜査中にもかかわらず横のつながりの愛護団体に生体600匹を勝手に権利ごとつしてしまったそうですこの事業所だけでなく横のつながりの団体も絡んだ大規模な犯罪だと思ってるんですがどう思いますかいやだから僕はあのペットショップ嫌いなんですよね あのパピーミルってその、そ要は子供大量に、あその子犬を大量に作って売りさばいたりとかあの、あとは売れなくなった犬とかをペットショップから引き取って、餓死、まあ、させたりとか、すげえ劣悪な環境で早めに死ぬようにしたりっていうのがやったりするんですよね。要はその、ペットショップって子犬はすげえ高く売れるんですけど、1歳、2歳とかになっちゃうと、もう高く売れないので、ペットショップ的にも引き取ってほしいってなっちゃったりするので、お金を払ってそういう業者に引き取ってもらったりするんですよね。 で業者的にはもうさっさと死んだ方が居酒屋かかんないよねっていうのがあって劣悪な環境であの育ててまああの死んだら死んだでて埋めるみたいなのがあったりするんですけどであの子供もを産む方でも別にそのあのまあ狭いところでバンバン産ませてさっさ要はあの小さければ小さいほど高く売れるので別にその子犬をそのいい環境できちんと育てる必要ないので「はい生まれました次よります」みたいなことバンバンやってたりする方が儲かるんですよね。 ののでその僕はペットショップでおかそのものを買うってその犬猫を買うっていう行為がそういうそのペットショップだったりそのあのあパピーミルみたいなところだったりそういうあの悪質なブリーダーにお金を払う行為につながるのでなのでペットショップでかあの犬を飼うというとか猫を飼うのは良くないんじゃないかなっていうのは何度かちょこちょこ言ったりするんですけどなのでもしその犬猫飼いたいんだったらあの市役所とかで。あの 起こされた犬猫っていうのがいたりするのでそこら辺から引き取るとかで、まあ、もしそのなんかあの,この,なんかあのじゃあこの,この犬を飼いたいチワワが飼いたいとかであればあのちゃんとしたブリーダーにちゃんと連絡を取ってそのきちんと育ててるブリーダーにちゃんとお金を払ってでちゃんとした育ててるブリーダーってやっぱり金かかるんですよなのそそこそこ高いんですよ。 でもそのちゃんとしたブリーダーの犬にお金を払うとそのブリーダーはそのお金をちゃんとしたその環境で育てるというのに使ってくれるのでなのでそのちゃんとしたブリーダーが増えるんですよね。 要はそのペットショップで買っちゃうとそのちゃんとしたブリーダーは高く売るのでいそう売れまいですと。でそのあの、まああま劣悪な環境で育てているブリーダーほどお金が儲かるっていう状況に加担することになるのでなので本当にその犬を飼いたいのであれば高い金を払うべきだと僕は思うんですよ。で高い金払えないでも犬飼いたいっていう人はエゴなので飼わないでください。もしくはあの保護犬保護猫をあの預かってください。はい なんであので僕基本的にそのペットショップで買う人っていうのをバカにするようにしているので今後ともよろしくお願いします <laughs> 皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわいでしたバイバイ